まあ初日2日目の体感はすごく良かったんですけど、はい、そこから気象が変わってから少し体感はずれてるかなって気がします。そうですか、はい、じゃあでも日々の調整で足自体はしっかり、はい、上向きです、はい、ここまですごく平常心で戦えてるという話でしたけど、はい、優勝戦1号艇を前にして今緊張の方はまだないんですかね。そうですね、うん、地元の記念の時の方が、あ、そうですか、ちょっと気持ちはなんか高ぶってたかもしれないです、はい、それを経験してるのはちょっと大きいですかね。あ、それは大きいかもしれないですね、うん、はい、はい、あとは今回ダービーという、ね、タイトルですけども、はい、これに関してはいかがですか。そうですね、うん、今村さんがまあ、引退されましたけど、うん、はい、ダービーはっていうことは常々言われてたので、はい、はい、応援の言葉もメッセージもいただいたので、そうですか、はい、うん、はい、頑張りたいです。明日はどんなレースをファンの皆さんに見せたいですか。そうですね、うん、もう自分ができるいつものレースをして、はい、勝負したいなと思ってます。本当にたくさんの方に支えられてるので、まあ、恩返しの意味も込めて自分の精一杯のレースをしますので、応援のほどよろしくお願いします。改めてここまで来て船足の方いかがですか。いや、船足はもう抜群です、はいはい、もうなんか納得度としてはかなり高い点数つけられる。かなり高いですね、はい、100点に近い。もう一調整が当たれば100点に近いと思います。まだ考えてることがあるんですね。そうですね、まあ明日の気象条件で、うん、どうやって合わせようかなっていうところですね、はい、はい、スタートに関しては順位はもうバッチリ、もう、はい、かなり溜めていってバッチリだったので、はい、感もぴったりでしたね、はい、はい、去年ね、ダービージャケットを着ました、はい、改めてダービーっていうのはどうですか、武島選手にとって。そうですね、やっぱりすごい大会だなって、勝率見てもね、はい、すごい方ばっかりなので、うん、まあ、その中で優勝乗れたのがすごく嬉しいです、はい、はい、そして結果を出して賞金のダメ押しもしたいところですね、はい、そうですね、昨日ダメ押し逆にならなくてよかったですそうですね、はい、隙もあります。そうですね、うん、はい、じゃあこの流れに乗って明日は2号艇になります、はい、優勝戦2号艇でどういうレースをイメージしていきますか。そうですね、なんか進入動きなさそうなので、はい、あると面白いなと思ってたんですけど、うん、まあ自分なりのいいレースをできるように、はい、枠なりから、はい、枠近辺かな、うん、から行きたいですね。そうですか、はい、久しぶりにね SG の優勝戦乗れたんで、いいところ見せたいと思います。ここまで来ましたけども、改めて船足の方いかがですか。うん、ターンマリ中心に ED ですね、はい、はい、あとは5日間で船足の推移みたいなものはありました。まあ気温に合わせて朝か晩かぐらいの調整をしてました、うん、はい、はい、まあ1走だけなんですけど、はい、伸び調整で伸びたし、まあ、反応はいいんじゃないですかね、はい、うん、はい、3号艇になりましたけど調整のテーマどの辺になりそうですか。ちょっとまあ乗り心地をつけたいかなとも思いますね、はい、手前のかかりというか自分の中のタイミングのね取った時にどう、はい、かなっていうところですね、うん、はい、あとはスタートの切れ具合いかがですか。ちょっとね行き過ぎてたんでね、まあ、1号手だったんでね、はい、まあ、でも明日はまあそんなに動きはないと思うので、はい、しっかり練習してね、そこから行けれさえしたら感はつかめるかなと思ってます、はい、明日はじゃあどういうレースをファンの皆さんに見せたいでしょうか。そうですね、うん、まあ足的にも十分チャンスあると思うんで、はい、一生懸命走ったら結果ついてくるかなと思いつつ、はい、ちょっと頑張ります、はい、じゃあ神戸のファン、兵庫県のファンの尼崎のファンの人ら頑張ります、応援お願いします。ここまで手応えの方いかがでしょうか。まずまずです、まずまず、はい、夜のレースがねちょっと良、うん、くなかったんですけど、はい、今日はねしっかり回転だいぶ合ってきたと思ってます。あ、そうですか、うん、じゃあ優勝戦に向けては課題は残されてないんです。そうです、まあ、うん、今日感じがね良くなってきてたんで、はい、それをもうちょっとね、うん、しっかりと合わせていきたいと思います、はい、優勝戦に臨むにあたって今お気持ちの方はいかがですか、ここまで来て。そうですね、うん、まあ、かなりリラックスはできてるんでね。そうですか、はい、いつも通りのレースをしたいと思います。はい、優勝戦4号艇ですけどどういうレースを見せたいですか。そうですね、ね、ちょっとスタートがねあまり今節決まってないんですけど、はい、しっかりとねスタート行ってね、はい、しっかり攻めていきたいと思ってます。はい、結構ばらつきがあるんですか、タイミング全速でいけたりいけなかったり。後半の回転がねちょっと合ってないっていうのがそういう影響してると思うんですけどね、はい、またしっかり合わせてね、はい、しっかりスタートいきたいと思います、はい、レースに集中して頑張ります。船足的には初日から5日目どんな感じだったんでしょうか。そうですね、初日は本当に乗り心地が悪かったんですけれども、まあ
2日目からはしっかり乗り心地が来て、はい、回り足を中心に全体的にいいと思います。あ、そうなんですね、はい、じゃあ伸びもやられることもなく、やられることはないと思います。はい、はい、じゃあ今納得度としてはある程度のレベルに来てる。そうですね、もう十分引き出していると思います。はい、スタートに関してはどうですか、今節。やっぱり一本持ちなので、うん、思い切った S はいってないです。あ、そうなんですね、はい、なるべくこう全速で抜けられるように。そうですね、まあ、ほぼ全速ではいってます。 SG 出ると強いですね、枝尾選手。何なんですかね。ほぼ予選突破、そして今年は優勝戦も経験しましたけど、はいはい、でしょう、 SG の優勝戦初めて乗った時は緊張しましたか。そうですね、もう何か分からずに終わってた感じですね。今回はもう経験者として優勝戦にチャレンジしますので、はい、そうですね、まあ、はい、本当に前回はもう分からずに何も、ね、考えずに走ってしまったので、うん、はい、まあ、今回は楽しみたいと思って今参加してます。そうですか、はい、5号艇ですけれども、はい、どういうレースをイメージしてファンの皆さんに見せたいですか。そうですね、まあ、今節も一度5号艇で勝っているので、うん、はい、もうそのイメージで走りたいと思います。大事に走ります。ご声援お願いします。どうでしたか、巡業での手応えは。もうレース走りメインに調整してたので、はい、進入とかコースとかっていうよりももうそこに集中して調整した結果が良かったかなと思ってます。はい、はい、もうどういうパターンになってもいいようにレース走りを仕上げたのが、あの最後の僅差、はい、2着につながった、はい、あれは分かんないです。もう何かが教えてくれたのかなって。今節はここまではどうですか、お気持ち的には。ずっと船足というかエンジンがもう本当に良くて、うん、船足もいい状態だったので、はい、自分さえミスしなければ着には絡めるっていう自信もありましたんで、うん、そこら辺で冷静にレースできたかなと思ってます。はい、もう攻める一辺倒ではなくて結構道中戦だったりいろんな変化球を解説は見せてくれてますよね、はい、そうですね、うん、それも、まあ、プロプラ中心にやってきた結果ですね、はい、あ、そうですか、はい、ダービーって SG はどう考えてますか。もうデビューしてすぐ滝沢さんに師匠になってもらった時に、うん、師匠が取られてる SG なので、はい、もう今回も入る前に一言挨拶して、うん、はい、来ました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ同じタイトルに向けて頑張りたいです ね、はい、6号艇ですけど、はい、どうでしょう、明日もレース仕上げて。もうレース走り、うん、やっぱリスクよりもレース走りしっかりして、うん、レースに挑みたいと思ってます、はい、最後も全力で走りますのでご声援お願いします。加わらないか、ぜひ楽しみにしていただければと思います。さて、優勝戦のメンバーが今控え室から出てまいりました、まあ、こういう瞬間ってやっぱり何度見ても緊張しますよね。そうですね、うん、僕たちが緊張してもしょうがないんですけどね。確かにその緊張は相手には伝わらないですからね、はい、なのになぜか緊張してしまう、不思議なものですね、 SG の優勝戦ってね。どれだけ選手の皆さんが自分の時間を過ごしてどれだけリラックスできているかどうか、この後ね、ピットアウトを楽しみにしたいと思います。ダービーファイナル。 SG 第67回ボートレースダービー、威風堂々伝統の舞台へ。今日最終日を迎えた段階で実況の大花月さんがですね、ボートレースダービー日和ですね、はあ、この秋の空の下、そうですね、そして風もほとんどなく、はい、競争水面は穏やか、このエンジン始動のサイレンが、はい、もう本当に響き渡るように、そうですね、はい、もう張り詰めた緊張感ですよね。もう当然ね、初優勝の選手なんかはね、もう緊張してると思いますけども、うん、とにかく
ね、あの悔いのないレース、いいレースを見せてほしいですね。そうですね、はいはい、歴史に残る名勝負楽しみにしたいと思います。この後はピットアウトです。ボートレース発祥地大村で今回初めて開かれた伝統の一戦 SG 第67回ボートレースダービー、パワーとテクニックがぶつかり合う群雄割拠の頂上決戦には SG 初輸出4人が揃い、伝統の戦いに新しい風が吹き込まれます。新生誕生の瞬間を見届けることになるのか。優勝戦1号艇には深谷智博、涼しげなクールな表情のうちに潜む闘争心、今日この時はむき出しとなって GSG 初輸出1号艇を戦い抜きます。2号艇は仏島誠、昨年夏にここ大村でメモリアルタイトル連覇の V ゴール、そして今年秋再びここ大村でダービータイトル連覇へのチャレンジです。3号艇は金子龍介、マスターズ世代47歳8ヶ月での SG 初輸出、彼方へと向ける思いを乗せて SG 初制覇に挑みます。4号艇上平慎二、同じくマスターズ世代から SG 初ファイナル、 YouTube 上平慎二チャンネルでどんな報告がアップされるでしょうか。5号艇は枝尾勝、オーシャンカップに続く2度目の SG ファイナル進出、そして6号艇佐藤翼、土屋みなみ選手との結婚発表に大輪の花を添えるべく今シリーズのベストバウトを次々と繰り出す超絶ターンを披露してきました。枠内3対3でスタートしてきました。1コース1号艇の深谷、わずかにスタートを先行、あとは2番3番揃って1マークを迎え、最初に1号艇深谷が先行、2番3番セル内に向いた4番5番2番テラソイ、さあ堂々押し切って1号艇の深谷が先頭、追走2番テラソイは4号艇の上平と5号艇の枝尾、そして2号艇の武蔵島、三艇の接戦で1周目にマークを向かいます。スタートは前提正常でした。後ろは競り合っていても先頭1号艇の深谷抜けました。トップ1号艇の深谷智博、2番手争いは4艇混戦、外目の方2号艇の武蔵島が先行、それを追いかけて5番6番4番と横一線の3頭、最後方に3号艇の金子龍介、2周目第1ターンマークの旋回です。トップ1号艇の深谷2周1マークを旋回、さあそして5号艇枝が運んだ後、2号艇の武蔵島差して2番手を構想、3番手マガー、6番5番4番と3艇の接戦が続いて、レースは1周目の第2ターンマークへと向かいます。2マークの攻防、独走態勢気づいて1号艇の深谷が旋回、続いて2号艇の武蔵島、3番手を競る3艇の中から4番6番5番と、さあまたどれが抜け出すかわからない状況、最終周回3周目と移って優勝戦第12レース、今1号艇の深谷1マークを運ぶところです。SG 初輸出4人の中、予選首位通過シリーズリーダー深谷智博が SG 初体感の快挙に向かいます。登録4500番台以降で初の SG ウィナー誕生、新生誕生の瞬間、そして2号艇の武蔵島、2番手3番手は6号艇佐藤と4号艇の上平、接戦最終コーナー優勝戦第12レースラストターンマーク、1番2番6番と旋回したでしょうか、まもなくゴールインです。先頭1番が優勝のゴールイン、2着は2番の武蔵島、3着に6番の佐藤、続いて4番上平ゴールイン、5番枝尾、そして3番金子ゴールインです。最終12レースが終了となりました。ここは全てのプレッシャーを跳ねのけた1号艇の深谷智博選手がインコースから逃げています。2着争いとしては武蔵島選手が最終的には取り切りました。そして3着争いも激戦、4番と6番、これで6号艇の佐藤翼選手が3着に入ってというところ、今勝った深谷選手ピットに戻ってきました。拍手で迎えられましたね。いや、ほっとしてんじゃないですかね。そうですよね。あ、もうなんか本当にほっとした感じそしてハイタッチ徳松選手と、これはさあ、それではですね、見事優勝しました深谷智博選手にお話を伺います。深谷選手、
SG 初輸出、はい、初優勝おめでとうございます。ありがとうございました。今の気持ちいかがですか？あ、ほっとしてます、はい、SG の優勝戦初めてがこのダービーの1号艇でした、はい、今日はどんな一日だったんですか？そうですね、長かったです、はい、ピットで見るといつもと変わらないのかなと思ったんですが、はい、実際はどんな一日だったんでしょう？そうですね、あんまり変なことしてもバタバタするだけなので、はい、何もしないことを意識してました。コースアウトからのインからの押し切り、はい、今のレースどう振り返りますか？そうですね、ハンドル切った時にしっかりかかってくれたので、まあ、もう大丈夫と思います、はい、今日の優勝戦は奥様の鎌倉選手も、はい、ここなめでしっかりと見てらっしゃったと思いますが、はい、やりましたしかし人気を背負ったのはこのダービーが SG 初優勝というのはいかがですか？わあ、嬉しいですね。やっぱり、うん、あのダービー勝率ないと来れないところですし、はい、あのずっともう準優にも乗れなかったので、はい、すごく嬉しいです。これで年末のグランプリも出場が見えてきました、はいはい、それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、いろんな方に本当に応援していただいて、あの結果を出すことができて本当に嬉しいです、年末につながったので、あのまだ未熟なところはいっぱいありますけど、あの一歩一歩頑張りたいと思うので、これからもよろしくお願いします。この後のダービージャケット楽しみにしてます。そうです、ね、おめでとうございます。ありがとうございました。